韓国の経済はもうおしまいのようです。お疲れ様です。パーソナリティの春菜です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、韓国が経済崩壊のピンチ、中国に依存しすぎた結果大変なことになるをお送りします。中国経済の崩壊とともに奈落の底へ沈んでいく。中国経済の成長が鈍化していますが、それに対して一番ダメージを受けているのが韓国です。このままでは韓国経済は瀕死の中国経済の道連れにされ共倒れになると悲痛な叫びが韓国政府から上がっています。今のユン政権は脱中国を進めようとはしているものの、依然として韓国の中国依存度は高いままとなっています。これはムン前大統領時代に反日反米親中親睦に邁進し、脱中国をするのが遅すぎた結果です。中国頼みの経済が崩壊しかけており、韓国の来年の経済成長率はマイナスに転じる可能性が高まっているのです。ではまずどれだけ中国経済がひどいのかを簡単に見てみましょう。中国経済は消費、生産、投資という成長の3本柱が崩れ、危機感が高まっています。2023年7月には小売販売が前年同月比で 2.5% しか伸びず、市場予想 4.5% を大幅に下回りました。産業生産も前月より低い 3.7% 増にとどまっています。特に深刻なのが不動産市場です。中国の GDP の4分の1を占める不動産関連業種は1月から7月の期間に前年同期比で 8.5% も投資が減り、新規の建設も 24.5% 落ち込みました。中国の不動産市場は瓦解しつつあるのです。中国の不動産大手である恒大集団は、中国国内をはじめ米国からも大規模な資金調達を行い、不動産開発を進めてきました。しかし中国政府による規制強化などの影響で経営危機となり、48兆円余りの負債を抱えて先日米国で破産申請を行いました。またやはり大手のカントリーガーデン、国有不動産会社のコスコグループまでが債務不履行の危機に直面しています。不動産業界が壊滅的なため、不動産信託会社の中友国際信託も満期を迎えた3500億元、約7兆円を支払えず、デフォルトの危機に陥っています。このように中国の不動産価格の下落は止めようもありません。中国によるこうしたバブル崩壊により、世界が金融危機に陥ると指摘する専門家も出てきています。こうした状況からグローバル投資銀行は、中国の今年の成長率予測を次々と引き下げています。例えば、JP モルガンチェイスは、今年の中国の成長率予測を5月時点の 6.4% から 4.8% に下方修正しました。このような下方修正の背後には、中国の7月の消費者物価と生産者物価が前年比でそれぞれ 0.3%、4.4% 減少し、デフレが始まっているのではないかとの危惧があります。かつて不動産バブル崩壊後に長い景気低迷に苦しんだ日本を彷彿とさせ、中国が同じような経済状況に陥るとの予測も出ています。中国は至急、経済回復の一手を打たなくてはなりません。ところが中国共産党政府は、今回の経済減速に対して有効な景気刺激策を打ち出せていません。それどころか、青年失業率の発表を中止するなどして、西側投資家からの信頼を失っています。これでは全くの逆効果です。中国経済は世界 GDP の約 18% を占めており、その減速は世界経済だけでなく、特に密接な経済関係を持つ韓国経済に巨大な悪影響を与えようとしています。2000年代に中国が韓国の最大の輸出相手国になり、現在も韓国の輸出の約 20% 以上を中国が占めています。その中国への輸出は今のところ14ヶ月連続でマイナスとなり、歯止めが効きません。こうした状況によりウォン安も続いており、最近の1ヶ月間で 10% 近くもウォン安ドル高が進んでいるのです。株式市場でもコスピと呼ばれる指数が一時2500を割り込む事態も発生しました。そしてこのような事態への韓国政府の対応も問題です。チュ・ギョンホ経済副首相が打ち出した経済対策の核心は、品目地域多角化など構造的輸出対策の補完ですが、ほとんど何もしておらず、結局は中国頼みとなっているのです。このままだと韓国経済は中国経済とともに崩壊していくことになりそうです。日本が韓国に手を差し伸べた背景にある米国の期待。中国経済の崩壊は韓国が最も影響を受けそうではありますが、世界経済にも大きな影響を与える可能性があります。バイデン大統領は中国経済をもうすぐ爆発する時限爆弾だと指摘しています。
そんな危険な爆弾に一番近い韓国は、もし中国経済が爆発すれば焼け野原となることでしょう。韓国経済は中国への輸出に依存しているため、2022年の韓国の対中貿易収支は191億ドル、約2兆7700億円もの巨額赤字となりました。韓国の貿易が赤字になったのは1994年以来28年ぶりのことです。韓国政府は脱中国を進めようとしていますが、依然として中国への依存度が高いのが現状です。韓国銀行の総裁は、韓国経済が中国の経済減速に引きずり込まれる可能性が高いと警告しています。そうした韓国が取ろうとしている戦略が、日本と仲良くすることです。韓国政府は日韓関係や米韓関係の改善を通じて、日本との経済協力を拡大することで韓国経済の立て直しを図ろうとしています。しかし、ここで影を落としているのが、反日反米、親中親北に邁進してきたムン前政権の負の遺産です。国際法を無視した徴用工判決やレーダー照射事件、竹島の違法選挙など、彼らがやってきたことが挙げればキリがありません。それでもユン大統領が必死の土下座外交を続けていることで、日本政府は韓国経済の立て直しを支援する姿勢を示し始めています。例えば、日本政府はウォン暴落で韓国経済が崩壊しないで済むように通貨スワップを再開しました。日韓の通貨スワップは1997年のアジア通貨危機をきっかけとして2001年に始まりましたが、両国の関係悪化で2015年2月に延長せず満了していました。2016年に行われた日韓財務対話では、韓国側から協定の締結が要望されましたが、反日行動が目に余り、日本はこれを無視していました。日本政府が韓国に手を差し伸べた背景には、米国が韓国経済の立て直しを通じて対中包囲網に韓国を組み込む期待があります。米国政府は韓国政府に対して歴史問題の解決を促しながら、日韓関係を改善するようにと命じているのです。こうした状況を受けて、韓国は日本から支援を受けるために反日活動を控え協力しようとしているのです。しかし、日本としては韓国と仲良くしてもあまりメリットはありません。米国の圧力に屈する形で韓国との協力関係を再び築こうとしていますが、それにより経済崩壊の悪影響を受けてしまわないか不安でなりませんね。このような中国、そして韓国の経済崩壊については、人々からも多くの声が寄せられていましたのでご紹介します。日本の反応。韓国経済は中国経済が潰れたら心中するしかない。韓国経済は内需よりも輸出を中心にしている貿易依存型で、最も取引量の多い国が中国。膨大なメモリー半導体、自動車、コンテナ船などを中国に販売し、利益を貪っていた。ところが最近、中国企業が韓国と同レベルの製品を作れるようになってしまった。その結果、韓国製品の販売が減少し、対中貿易も赤字に転落してしまっている。そこへ中国経済の失速で追い打ちをかけられているんだから、韓国経済は中国以上にやばいはず。韓国は日本以上に中国経済に全賭けをしていた。その肝心の中国経済が振るわない今、新たな対応戦略と言われても代案が一つも出てこないのも仕方がない。もう彼らの経済は今度こそ本当に終わりだね。中国経済の低迷も大きな問題だけど、韓国の自国通貨安はドル建て債務の償還に重しとなってのしかかってくるだろうね。1997年の国家破綻、通貨危機の再来とならなければいいね。日本が真に必要としている近隣国は、台湾、ASEAN諸国、TPP 諸国、親日国、これらの国々との関係を強化することで、日本は平和と安定を実現することができる。つまり、中国も韓国もいらないってことだ。日本はサプライチェーンの構築国を限定することで、経済の成長と安全保障の確保につながる。ロシアや中国、韓国は日本にとって脅威となる存在。これらの国々との関係を見直すべき時が来ているね。韓国はこれ幸いと、自由主義諸国に軸足を移していくのだろうね。今まで中国にペコペコ頭を下げていたけど、現大統領は米国様に見事にすり寄っている。ムン大統領のような逸材はもういないのかな。偉大なムン前大統領はお払い箱になってしまったけど、個人的にはもっと頑張ってほしかった。もしムン政権の意思を継ぐ人物が政権を得ていたら、中国と一緒に沈み終わっていたはず。今はちょっと日本にすり寄って助けを求めているから、ちょっと心配だよね。日本政府は中韓からの難民流入の抑止策を講じるべき。中国経済がこれ以上悪化すると、膨大な数の中国人が日本に仕事を探しにやってきそうです。
そしてそれは中国経済に依存する韓国の人々も同様です。こうした中国や韓国からの大量の難民流入は、日本社会の治安や経済、社会の根本を壊してしまう可能性があります。そのようなリスクを考えると、中国や韓国が潰れないように、経済協力や交流を強化することはやむを得ないのかもしれません。ただそれも一定レベルに抑えておくことが重要です。彼らには甘い顔を見せると、どんどん増長していく傾向があります。そのため日本はしっかり締めるところは締めて、しっかりと彼らの経済をコントロールしてもらいたいところですね。あなたはこうした中国経済の崩壊に伴い、韓国経済も崩壊することについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。